常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あの内容気に入ったらぜひね、 Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。50万人突破記念、いろんな企画やってるのでぜひね、チャンネル登録忘れずにやっておいてください。これからもすごいゲストいっぱい出ますんでね、ぜひご期待ください。で、今日はですね、まあ日中首脳会談がね、開かれたということでね、まあ事前にね、いろいろ心配だというようなお声もありましたが、結論的に言うとですね、岸田さん、めっちゃ頑張ってる。はい、めっちゃ頑張ってると思います。あの、李克強にね、ゴラーって言いましたけど、習近平にもね、言うべきこと言ったなと。ね、いいことやったらちゃんと評価してね、増税は評価しませんよ。ね、岸田政権の増税前のめりは一切評価しませんけど、外交ではね、自由で開かれたインド太平洋というね、この安倍さんが残してくれたこのね、外交上のレガシーをですね、しっかり継承してやってるな、ということが分かりましたんでね、ぜひね、これちょっと皆さんにね、共有したいなと思って今日動画撮りました。一応ね、日経新聞の記事からちょっとね、紹介しますけど、日中首脳会談、安定的関係構築を目指す、核使用に反対、首相、尖閣、台湾で懸念伝達、3年ぶり会談ということで、記事になってます。で、このタイのバンコクでね、まあ、17日に会談しましたと。で、日本側によると、対話を通じた安定的な関係の構築を目指すと、いうことで一致したと。台湾有事のリスクを踏まえ、意図せぬ衝突を避ける狙いと。それから、ウクライナ情勢に関しては、各種を反対の認識を共有ということで、これをちょっとチャイのこっち引き込んだという感じですね。で、会談は45分で、で、習近平がですね、冒頭ね、両国関係の重要性は変わっておらず、今後も変わらない。新しい時代に合致した関係を作りたいと言ったんですが、だったらお前あんなさ、でっかい機関砲持った船、運んでくんなよとかってな、差し向けてくんなよとか思うんですけど、まあまあいいです。そこは置いといてですね。首相は建設的かつ安定的な関係の構築を、双方の努力で加速することが重要だと、語ったと。で、さらにね、この尖閣、それから、東シナ海でのチャイナのですね、軍事活動、さらに弾道ミサイルの話だね。この間まあ日本の EEZ も撃ってきましたけど、深刻な懸念を表明すると、いうことで。ただ、習近平は、ね、相変わらずね、内政干渉を受け入れないということで、ここはちょっと意見が対立したようです。まあ、ただしですね、意見が対立してたとしてもね、お互いに誤解によってですね、こう、事態がエスカレートしていくことは、やっぱり利益にならないという点では一致したようでですね、安全保障の分野で意思疎通の強化で一致したと。で、まあ、ホットラインの、まあ、設置をすると。まあ、ホットラインって何かというと、尖閣に例えば、機関砲積んだ船が、こう、差し向けてこられましたよね。ね、来たとするじゃないですか。てめえ、これどういうつもりだって、こう、やれるのがこのホットラインなんで、はい、まあ、そういうことが、まあ、できるようになったと。まあ、できるように、まあ、早期解説を、まあ、申し合わせたと。まだできるようになったんですけどね。で、さらに、あの、ウクライナの問題についてはですね、ウクライナというかね、まあ、ロシア、ウクライナの問題については、ロシアは核兵器を使用してはならず、核戦争をしてはならないという見解では一致ということなんで、まあ、ロシアによるね、この核恫喝、ね、こういうのもやめろと、いうことでは、チャイナこっち引き込んだんで、お、騎士やるな、いう感じですね。はい。で、こういったことをしました。で、この件についてですね、まあ、あの、国際政治学者のね、篠田秀明先生にね、あの、今回のこの、まあ、日中首脳会談、どのように評価されますかということでね、ちょっとあの、見解を聞いてみたんですよ。で、篠田先生からこんな、あの、コメントをいただきました。はい、こんな感じです。読みますね、これいただいてもそのままね。岸田首相は、安倍元首相の日米同盟堅持を、NATO 諸国まで見据えた広域ネットワークにつなげる路線を、継承し、ロシア・ウクライナ戦争でも明確なスタンスを取っているので、余裕を持って習近平と握手できたと思います。常に集団的安全保障の体制を先行的に固めてから中国に接することが大切というふうにあのおっしゃっております。まあ、その篠田先生ね、これ下に URL あのつけておきますけど、今度新刊でね、こんな本出されるんですよ。はい、集団的自衛権、ね、これね、集団的自衛権で、日本は守られるというこちらの本ですね。はい。この本をね、あの、最新刊で、今日発売ですね。あの、されるそうなんで、下の欄にね、URL つけときますので、ぜひ皆さんこちら、お買い求めください。まあ、まさにですね、この篠田先生のコメントにある通りね、日本はその、まあ、日米同盟、さらに、NATO 諸国まで見据えた、この、集団的、まあ、自衛権というかね、まあ、集団安全保障体制を、まあ、構築してるわけですよ。で、そういう同盟国のこの力という背景があるので、まあ、習近平と交渉するときも、余裕を持ってですね、まあ、交渉できると。で、なお前、ウクライナについてどう思ってんのと、ね。ロシアの核兵器使っていいと思ってんのどうなのいやいや、それはダメだと思う。だよねみたいなことを、まあ、やったと。いうふうにね、篠田先生は評価してらっしゃると、いうことです。まあ、常にですね、この集団的自衛権の体制を先行的に固めてから、まあ、つまり、同盟をがっちり組んでね。
ね。要は同盟をがっちり組むってことは、まあ、軍事力で要はチャイナを上回ってるっていうことですよ。この体制を持ってですね、チャイナと交渉しないと、こっちが弱いと思ったら向こう話聞いてくれないんですよ。これね、左翼の皆さんがみんな勘違いしてるんですけど、話し合いさえすればね、武力衝突を回避できるかって違うんですよ。力があるもん同士が話し合いするから、お互いに切り合ったら、ね、ダメージがあるわけですよ。だからもうちょっと、お互いにとってプラスにならないから、本当にやる？どうする？って言って、いや、やめときましょうってなるから、戦争って回避できるんですよ。はい。こっちに力なかったら何の話にもなりませんからね。で、篠田先生のおっしゃってる子ね、常に集団的自衛権の体制を先行的に固めるってのはまさにこれです。同盟をがっちり組んでおくということです。で、私以前ね、ブッシュ大統領のね、パパブッシュの戦略アドバイザーだった、エドワード・ルトバックさんね、この方にお会いしたことがあるんですよ。はい。シンポジウムで会った、ね、まあ、こう、ワンノムゼムで会った時と、本当に一度お食事もさせていただいたこともあるんですが、そう。それでね、ルトバックさんとその、お食事の機会を作ってくれたね、火星先生ね、お亡くなりになられたということでね、心からご冥福をお祈りしておきたいと思います。本当、その説は本当、加瀬先生ありがとうございました。はい、お世話になりました。ということなんですが、ルトワークがね、その時にね、その時かな、セミナーの時かな、どっちかで言ってたんですけど、例えばですよ、日本がチャイナと対峙する場合ね、日本とベトナムとインドで同盟組んでチャイナと向き合ったらどうなるって、ルトワークが言うんですよ。ね、経済、ね、軍事ね。まあ、ソフトパワーとか人口とかね。ありとあらゆる要素をね、このね、三カ国同盟とチャイナと比較してみろと。ね。チャイナ一個も勝てないじゃん。でしょと。同盟ってこういうことなんですよ。というふうにルトワック言ってました。で、まさにこれはね、今、篠田先生がおっしゃってることと同じですね。日本とアメリカとね、NATO 諸国を全部合体させて、これにまあ、クワッドも加えたね、この力、ね、人口でも、ね、経済力でも、それから軍事力でも、まあ、チャイナが逆立ちしても勝てないですよね。で、こういうものを持って、俺らはこっちの、組合入ってんだけど、お前何みたいな感じで、行くからこそ、習近平は話を聞くと。で、今回まさにね、この日中首脳会談っていうのは、篠田先生ご指摘の通り、集団的自衛権の体制を先行的に固めた後の話し合いなんです。なので、こういう余裕を持ったことができるわけですよね。はい。なんで、そこをね、勘違いしないように、この言葉尻を捉えてね、チャイナになんでこんなサービスしてんだとね、もっと厳しく言え、みたいなあるんですけど、いや、戦争するぞって脅しに行くわけじゃないですから。そのままだったらプーチンと変わんないでしょ。じゃないんですよ。あくまでも、こっちはこういう体制なんだけど、お前どうするつもりと。ね。ウクライナについてどう思うみたいなことを言わせると。で、今回ロシアからまあ、キッシーがちょっと引き離したわけですよね、習近平をね。これはね、すごいことだな、というふうに思います。で、ちなみにね、習近平はね、なんか今回のね、このまあ、この会議の時ね、まあ、G20 の時かな。なんか、いまいち成果がなかったみたいでね、カナダのトルドー首相に絡んでる動画がアップされてましたよね。なんか一部切り取ってね、なんか習近平がトルドー首相を論破してるかのように見せかけてる人がいらっしゃったみたいなんですけど、全然違いますよね。これ今ちょっと今目の前で、あ、やばい、音出ちゃった。習近平このように言って、我々が議論で、した内容すべて新聞にリークされている。これは不適切だとトルドー首相に絡むんですよ。そのようなやり方で議論がなされたわけではない。ね、なんてこと言って、お前何リークしてんだと。ね、トルドーに突っかかっていくわけですよ。はい。で、これに対してですね、トルドーさんがね、まあ、この後まあ、言い返すんですけれども、あなた方に正義があればいいねって言ったところでトルドーさんが話し遮って、カナダでは自由で開かれた率直な対話を信条としているし、これからもそれを続けていく。我々は引き続き共に建設的に取り組んでいきたいと考えているが、時には意見が一致しないこともあるでしょうって言ったら習近平が、まずは条件を整えましょうということでその場を収めてですね、まあ去っていくと、いうことですね。まあ習近平はちょっと通訳の方に向いてたんで、目合わせてねえとかって言われてるんですけど、まあどういう見方をするかね、まあ皆さんの自由ですけど、全然トルドー氏は論破されてないし、ね、逆に言い返してね、いや、我々は別に自由に議論してるだけで、うんぬんという感じですよね。まあなんかこういう焦りがあったのかどうかわかんないですけど、まあこれね、ポイントはですね、その前半だけ切り取ってトルドーを論破したっていうのもあれだし、ね、もう後半も全部出して、ね、習近平が通訳から話聞いてるだけですから別に目そらしてるわけないんですけど、習近平目そらしてるみたいな、言うのもまあちょっとそういう両方のこのせめぎ合いはまあちょっと置いといてね、まあこんなことをその難癖つけてる、小心者というかですね、まあ小物っぷりをさらしてしまったっていうところが、まあ習近平のダメだったところかなと。まあある意味だからチャイナは孤立しかけているので、やべえと思ってね、で、ロシアについては、あんまりロシアの味方すると、本当にその、孤立がね、最強権力者のこの、習近平をもってしてもですね、まあこの、どうしようもない孤立に追い込まれるということで、まあ今回ね、まあある種折れたわけですよね、日本にもね。まあそういう、まあ、事情があるんだと。まあただこれは、
チャイナの国内事情的には結構厳しいんですよね。中華皇帝っていうのはほら、やっぱ世界最強じゃなきゃいけないし、何をお前国際会議の場でそんなひよってんだみたいな感じの突き上げは当然あるでしょうね。あの、ペロシがだってさ、あの、台湾行った時だって、ね、あの、ペロシがいなくなってから演習してお前らどういうことだと。ね。ペロシがいる時にミサイル撃てとか言ってさ、国内のその、まあ、いわゆる、チャイニーズネトウヨの皆さん吹き上がってしまったわけでしょ。なんで、あんまりね、そういうね、こう、吹き上がるようなことばっかり言ってるとさ、ね。結局、自分で足元を救われるようなことになってしまうわけですよね。ね。で、そういう、まあ、苦しい状況にある、まあ、習近平をですね、まあ、ある意味こう、追い込むというかね。ね。追い込んで、要はその、ロシア側に行かせないというのが今ね、この日本外交、まあ並びにね、同盟国全体でね、まあチャイナに対してやってるアプローチですよ。まあアメリカもね、厳しい半導体制裁を加えて、まあ今後ね、サプライチェーンの再構築っていうね、まあ経済において大きな、このね、イベントがですね、まあ今すでに進行中ですし、日本もね、この渦中にあって今製造業がね、ガンガン帰ってきて、非常にこう、熱い状況になってますけど、まあこういったものがですね、これから進んでいくと。ね、これで終わりじゃないんです。これから進んでいくというふうに、考えた方がいいのかなと。まあそういう中でですね、まあ岸田さんがね、今回ですね、このまあ先行的にね、固めたこの同盟国との絆ね、これをこう背景に持ちながらですね、習近平とね、ビシッと会談できたということはいいことかなと思います。で、これに関連してなんですが、松野官房長官ね、これつい先ほどのニュースですが、日中首脳会談で習近平訪日に関するやりとりはなかったと。いうことで、松野官房長官ね、こんな風に言ってます。これロイターの記事ですけどね。建設的かつ、安定的な日中関係を構築、対話を進めていく上で良いスタートとなった、引き続き首脳レベルを含めあらゆるレベルで緊密に意思疎通を図っていくと考えたと。で、さらに、習近平のですね、訪日に関するやりとりはなかったと。これないですね。はい。まあ、50周年でしたけどね。日中国交正常化ね。まあ、なかなかまだ来れないでしょうね。そんな、だって、機関砲積んだ船をさ、差し向けてくるんちゃう。そういうのもやめてもらわないとね。うん、困るなと。まあ、これでだから、尖閣に対するね、圧力少しでも軽減したらね、岸田さんすごいなと。ね。何もそのね、兵力を使わずにね、奴を引かせたっていうことになるんですけど。まあ、やるかなわかんないですね。まあ、今後も見ていきましょう。いろいろしつこいんでね。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。それから、篠田先生のね、新刊、下に URL つけときますんで、ぜひね、お買い求めいただければいいかなと思います。内容気に入ったらね、コメント欄に感想とですね、Thanks ボタンで、ね、ご支援もよろしくお願いします。ガオー